総演駅は北海道札幌市中央区北11条西15丁目にある北海道旅客鉄道の駅である。駅番号は S02。電報略号は総。副駅名称は JRA 札幌競馬場前。函館本線を所属線としており、札傷線を加えた2路線が乗り入れている。本駅は札傷線の線路名称上での起点であるが、 札ッ線の列車はすべて隣の札幌駅まで乗り入れており、当駅を四十儀とする列車は存在しない。当駅札幌駅間は、函館本線列車が走行する複線と、札ッ線列車が走行する単線を合わせた三線区間となっている。手稲、小樽方面の列車と、学園都市線の列車との乗り換えは当駅で行うが、当駅を通過する快速、エアポート、快速、 ニセコライナー、ホームライナーに乗車の場合に限り札幌駅で乗り換えが可能。なお、当駅近くにある JRA 札幌競馬場でイベントなどが開催される際、当駅を通過する快速列車が臨時停車することがある。また、小樽市内でイベントが開催される際に運転される臨時快速列車は当駅に停車する。1976年の総延駅と 周囲約1キロメートル範囲。左側小樽及を呼び、新突川方面。右上に、北海道大学敷地内の農場。左上に、札幌競馬場が見える。札幌貨物ターミナルができる以前は、苗子駅や東札幌駅とともに、札幌市内の貨物受け入れを担っていたため、狭い構内を貨物側線が占める。中央に島式ホームに面4温泉を持つ。 駅標札幌側に、倉庫群と引っ込め線が多数、その駅裏側に、国鉄札幌資材センターと引っ込め線、駅標小谷側に小さな仕分け線群と小規模の石炭に卸し線が見える。写真左側に、札幌市場駅が控える。これら貨物線は高架化に伴いすべて廃止された。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成現在総延駅がある場所の近くに、札幌競馬場ができたのは、1907年のことで、ある。この競馬場のために、1908年に開催日に、限って競馬場付近に、北五条仮り乗工場が設けられた。1911年から競馬場前仮り乗工場が、毎年設けられるようになり、 地元住民の運動などもあり、1924年に貨物を扱わない旅客駅として草園駅が開業した。1933年には殺傷線が分岐するようになった。隣の札幌駅が旅客駅になると草園駅での貨物の扱いが増え、設備が増強され、すぐそばに札幌市場駅が設けられるまでになった。しかし1970年代に、 貨物取扱量が減少したため、高架工事に伴って1978年に旅客駅に戻った。JR 北海道札幌市電2面に四4線のホームを有する高架駅。1.2番線を函館本線が3.4番線を薩沼線が使用する路線別配置となっている。社員配置駅で緑の窓口、自動券売機、話せる券売機、 自動改札機が設置されている。JR 北海道本社最寄り駅であることから、同社初の自動改札機が試験導入された駅であった。1994年11月1日に当駅、札幌駅間の薩沼線列車用単線が増設された際、従前の方向別配線から路線別配線に改められた。その名残りとして、 殺傷線が非電化であった頃も3番線に火線が張られたままとなっていたが、この火線は2012年6月1日の殺傷線、電化開業の際に再び活用されることになった。2020年現在、函館本線下り線から3.24番線に入ることはできない。一方、2番線の札幌方にある下り出発信号機は函館本線下り線及び、 それに並行する、薩沼線列車用単線の両方向への進出が可能となっている。そのため設備上は、殺傷線列車用単線に、函館本線下り列車が入線することも可能である。以前は、西口のみだったが、1995年に、私立札幌病院が当駅近くの国鉄札幌資材センター跡地へ移転してきたこともあり、東口、 エレベーターエスカレーターが増設された。管理駅として、殺傷線の8県愛の里公園の各駅を管理下に置いている。2019年度の1日平均乗車人員は1万577人で、JR 北海道では6番目に利用者数が多い。近年は、駅周辺のマンション開発により、利用客数が増加している。近年の1日平均乗車人員の推移は、 以下の通りである。近隣はかつて倉庫街だったが、1995年10月11日に、私立札幌病院が、中央区北一条西9丁目から当駅近隣の中央区北11条西13丁目に移転してきて、以降、大規模商業施設やマンションが建設され、都心部に近いこともあり、発展が続いている。札幌競馬場の最寄り駅であり、 競馬開催日や場外発売日には駅前から無料送迎バスが運行されている。また、JR 北海道の本社とも直結しており、本社ビル内には日本貨物鉄道北海道支社も入居している。総延駅停留所2021年3月1日、現在。一般路線は西口の総延駅停留所と東口の私立病院前停留所に分けられる。 北五条仮上工場に関するカテゴリー、競馬場前仮上工場に関するカテゴリー、ありがとうございます。